ヴィンセント・ソスピリは、イタリア出身の元 F1 ドライバーである。ソスピリは15歳の時に、イタリアの 100cc カート選手権で、レース生活を始める。長い間カートでの競争を続け、1987年に、カート世界チャンピオンとなる。その後、フォーミュラフォードにステップアップし、イギリス FF1600 で10戦6勝を挙げ、一躍注目された。 翌1989年にイギリスフォーミュラ3選手権に挑戦したが失敗。1990年はフォーミュラオペル選手権に出場しルーベンス・バリチェロとタイトルを争う。同年には国際 F3000 選手権にもスポット参戦した。1991年は国際 F3000 位にフル参戦。デーモンヒルのチームメートとしてローラ T91。 50で戦ったが、戦闘力に欠けるマシンでは、シーズン9ポイントを獲得するのがやっとで、ホッケンハイムリンクでの2位が、最高位であった。1992年は、イタリアフォーミュラ3戦試験にステップダウン。1993年に再び F3000 に参戦する。今回は、ミトスレーシングで、レーナード Q3D を使用した。翌年には、 スーパーのバレーシングに移籍し、井上隆志穂と共に参戦した。優勝こそなかったものの、選手権を争った。1995年も、同チームから参戦。この年は三勝を挙げ、チームメイトのリカルド・ロセットと共にシーズンを支配し、1992年の、ルカ・バドエル以来のイタリア人チャンピオンに輝く。ソスピリのドライブする、ローラ。 1997年オーストラリアグランプリ。1994年にエストリルサーキットでシムテックをテストドライブしたが、資金を調達できずに F1 のシートを得ることはできなかった。1995年に国際 F3000 のタイトルを獲得したものの、ソスピリにとって1996年のオプションはほとんどなく、 彼は一年間ベネトンのテストドライバーを務めることとなる。1997年、エリック・ブロードレイ率いるローラ F1 チームから F1 参戦の機会を得る。しかし、デビュー戦のオーストラリア GP では、チームメイトのロセットと共に、予選トップタイムから10秒以上遅れて、予選落ちした。その後、第2戦ブラジル GP に出場するために、現地へ移動する途中。 空港で読んだ新聞でチームが F1 から撤退することを知る。サーキットに向かうもすでにローラのパドックは立ち入り禁止となっていた。ソスピリはその後たカテゴリーへの参加に注力した。1997年の残りはアメリカのインディレーシングリーグに参戦し、1997年のインディ500にも参加した。 なお97年第9戦と最終戦のみ、チーム未来より、チーム名スーパーノバ未来として、フォーミュラ日本にも参戦している。1998年及び1999年には、エマニュエル・コラールと共に、フェラーリ 333SP で、スポーツレーシングワールドカップで勝利を挙げた。この結果により、コラール、マーティン・ブランドルと共に、 トヨタ GT1TS020 をドライブして1999年のルマン24時間レースに参戦した。レースはポールポジションを獲得したものの、不幸にもギアボックスの問題が頻発した上、ブランドルのドライブ中のパンクのため、リタイアとなった。1999年に現役を引退すると、2002年に井上と共にユーロノバレーシングを設立。 チームの社長兼監督を務めながら、イタリア F3000 などに参戦しており、2020年現在は、ランボルギーニトロフェオ、オート GP、イタリア F3 選手権などに参戦している。同チーム出身の有名ドライバーとしては、ロバートクビサ、ビタリー・ペトロフ、ジェローム・ダンブロシオ、ルカ・フィリッピなどがいる。 インディレーシングリーグインディ500カートインターナショナルスポーツカーレーシングシリーズスポーツカーレーシングワールドカップルマン24時間レースありがとうございます